皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、大人気ブルーハーツ、ウクレレ仲間でもこの曲やってはワイワイ盛り上がる方多数です。来ました、トレイントレイン。いいですね、あのド直球のパンクロック、歌詞も素晴らしいです。この曲をガズレレリウクレレで超簡単アレンジでやってみます。さあ、これは盛り上がりますからね。ちょっと古い曲ですけども、古さを全く感じさせない、もうみなぎるパンクロックエネルギーって感じですけれども、いつものように2バージョンやりますよ。前半は初心者さんでもなるべく簡単にできるようにゆっくり簡単にした初心者さんバージョン、こっちはちょっとショートカットバージョンでやろうと思います。で、後半はね、やっぱ疾走感満載の8ビートでサビも止まるやつをカッティング、後半かっこいいバージョン、最後までご覧になってください。かっこいいバージョンちょっとね、あの本編より長くないんですけど、あのガズレレ流のショートカットなんだけどシンプル簡単バージョンよりちょっと長いやつをやってみますんで、ぜひ最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲ウクレレ弾きましょう。ウクレレ簡単です、奥は深いですよ。その代わりで、音楽を諦めてた、楽器を諦めてたような方、ウクレレでもう一回やりましょう。演奏して自分で歌う弾き語り、これ最高に楽しいんで、もう人生が変わりますよ。本当に楽しくてですね。で、簡単ですけど、今ね、今ご覧になってるこのガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん弾けるようになるんですよ。動画の、あのね、初心者レッスンはここというページに、今ここリンク貼ります。ここリンク貼ります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。このリンク先の初心者レッスンはここというところに行って、数字の1から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私今弾けちゃってんじゃねってすぐなりますからね。ぜひ始めてください。そこにはもう今まで私が取りためた650曲以上のありとあらゆる音楽がウクレレで簡単に弾けるように、レッスン動画、超簡単ウクレレレッスン動画なんでね、見てくださいよ。よろしくお願いします。下の方スクロールしていくといっぱいありますから、よろしくお願いします。さあさあ、早速やってみましょう。トレイントレイン。まずは、初心者さんに向けたシンプル簡単バージョンやってみます。1,2,3,4。栄光に向かって走る、あの列車に乗っていこう。裸足のままで飛び出して、あの列車に乗っていこう。弱い者たちが夕暮れ、さらに弱い者を叩く。その音が響き渡れば、ブルースは加速してゆく。見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。ここは天国じゃないんだ、かといって地獄でもない。いいやつばかりじゃないけど、悪いやつばかりでもない。ロマンチックな青空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて、本当の声を聞かせておくれよ。 1,2,3,4 トレイントレイン走ってゆけ、トレイントレイン、どこまでもトレイントレイン走ってゆけ、トレイントレイン、どこまでも。もう一回、トレイントレイン走ってゆけ、トレイントレイン、どこまでも、トレイントレイン走ってはい、シンプル簡単バージョンやってみました。ガズレレ流ショートカットバージョンで、お送りしましたけど、4つ弾きでやってみました。歌詞がやっぱ素晴らしいですよね。で、書き出してください。書き出すと、自分のノートに書き出すと頭にすごく入るんでね。それ動画内のテロップを見ながらでもいいし、この私のノートも参考にしていただきたいと思うんですけど、まあ、結構ぎっちりになっちゃうじゃん、これ。すごいですよね、これ。なんか、メッセージ、もう詩がすごい。あとやっぱ、これ、拍がね、どんどん進んでいくんで、このね、スパンじゃないとちょっと書ききれないっていうのがあって、まあ、一応ちょっとテロップと見合わせてもらった方がいいんですけど、見てください。まず C と G7 と Dm と、まあ、最後の FC のブロック。これがもう、これほとんどこの繰り返しなんですよ。シンプルですよね。まあまあ、見ながら見ていきましょう。はい。で、
ここにちょっと下に書いてあるのはこれからやるかっこいいバージョンでやるバージョンのやつなんで、今は上の段やりましたということになっています。A7 出てきますからね。はい。まずじゃあ一時停止でこの辺まで。ちょっと細かいけどね。はい。どうでしょうか。はい。で、ここでサビで、今はね、ここのサビをやって終わったというバージョンです。シンプル簡単バージョン。で、これからやる後半のかっこいいバージョンはもうちょっとロングバージョンとして、最後にまたアルペジオのちょっとおとなしくなるところに戻って、エンディングに行って、で、ここまで行ったら、サビに戻りますということで、サビを繰り返すということで、これもコード進行一緒ですからね、シンプルです。はい。なんで、基本のコード進行さえ分かれば、歌詞をあとは加えていくだけという形になると思います。フルでやりたい方はもちろん、書いていけばフルコーラスできますからね。コード進行は一緒です。でですね、コード、C、A7、F、Dm、G7、Em7 です。この、まあ、つまり6個のコードでできちゃうんですよね。やっぱりね、シンプル、ストレート、ド直球です。はい。で、このコードなんですけど、まあ、これです。はい、いつも出てくるガズレレ必須コード、コードというのは星の数ほどありまして、全部覚える必要はないんでございまして、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルで私とジャンジャン動画と合わせてやりたいという方はですね、まずこのガズレレ必須コードという8個のコードのグループを一番最初に覚えてください。その、分かりやすくその8個のコードを覚えられる、動画をここに貼っておくんで、ここでコードの勉強してくださいね。その中のほとんどメンバーです。で、 A7 というのは指1本で、まあ、ここ1個だけなんで、まあ簡単ですね。ここ、はい、1本指ですね。はい。それで、コードの解説は終わりです。はーて、じゃあ、ここからかっこいいバージョンの説明に入っていきます。まずですね、イントロ、最初のアルペジオなんですけど、こんな感じです。栄光に向かって足、ドンタツカ、ブンタタンタタカ、タンタタンタタン、タンタタンタタタタンタタ。この C だけでやると、テンテテンテテテテンテテンテテン。これ普通のアルペジオはこうですよね。テン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 に対して、テンテテンテテン。ちょっと8ビートっぽいノリなんですよ。なので独特の感じ。8ビートっぽいノリのアルペジオということになると思いますけど、16ビートのアルペジオっぽくもあるんですけど、16ビートのアルペジオもちょっと参考になるかもしれないんで、その辺ちょっと、イントロと途中のところで出てきます。で、ここの FC、CCCC、G7、Dm、ここ、シンコペーションです。じゃんじゃ、じゃんじゃじゃん。C がアップで入るってこと。じゃんじゃじゃんじゃじゃん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 。F からじゃん C です。ちょっとやってみると。まず、で、歌中は8ビートのチャでいきますからね。じゃあ、わかりやすくやるように8ビートのチャの方でその FC のブロックを説明します。ここは天国じゃないんだ。かといって地獄。F からアップで C。F、ここシンコペーションです。要注意ね。ここは天国じゃないんだ。かといって地獄。じゃんじゃ。はい、ここポイントです。で、今出てきたリズム、16ビートのアルペジオと、歌中、リズムが入ってからは8ビートのチャ。これの弾き方、あともう一個、サビ。今日一番難しいやつ。いきますよ。テーンテーン、走って行け、テーンテーン、どこまでも。はい、カッティング、左手でパッパッパって浮かせて止めてるでしょ。これって、パッ、音は止まる左手で。これ、音を止めながら弾くリズムのことをカッティングと言います。この、16ビートのアルペジオと、8ビートのチャ。あと、カッティング。この弾き方は、このリンク先からお勉強してください。このリンク先はホームページの、ガズレレホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚で、その中から今の3つを探し出して、こっそり練習してください。まあ、こっそりじゃなくてもいいですよ。はい、それで動画をゆっくり見ながらものにしていきましょう。なんで、いきなり全部やるのは難しいかもしれないですけど、1個ずつ、マスターしていけば、できると思います。で、はいはい、じゃあ、どんどんいきます。さっきここに出た、これ、下に出てるかっこいいやつ。ちょっとここ見て、F、Am、Dm、C で決めって書いてあります。ここちょっとやってみます。ここが見えないからいきますね。ワン、ツー、スリー。見えない自由が欲しくて、見えない自由を打ちまくる、本当の声を。次ですよ。わかった。F、アップで Am、Dm です。もう一回。デンデデンデデンデンみたいな F、Am、Dm、C8 ビートの中の右手見てくださいね。ですからね、 F、Am、Dm、C、 ここ決めです。はい、ここがつまりは、ここに入ってくるでしょ。あと ここにも入ってきますね。で、ここ見てください。ここサビなんですけど、一番最後は
ちょっと見て、 F、A マイナー、D マイナー、C、ラストって書いてあります。これここはね、こういうコンテンツ、こういうことです。トゥイントゥイン走って行け、トゥイントゥイン、どこまでもどこまでも、ラスト F、A マイナー、D マイナー、C でラストエンディング終わるという、こういう決めがありますということですね。はい、なんでまあいろいろちょっと盛りだくさんですけど、今日はシンプルにストレート、疾走感満載ね、8ビートのチャト、カッティング、サビでカッティング、あとアルペジオありますよということで、そんなこと踏まえながらトレイントレイン、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン。栄光に向かって走る、あの列車に乗って行こう、ただしのままで飛び出して、あの列車に乗って行こう、弱い者たちが揺れ、さらに弱い者を叩く、その音が響き渡れば、ブルースは加速していく、見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくる、本当の声を聞かせておくれよ。ここは天国じゃないんだ、かといって地獄でもない、いいやつばかりじゃないけど、悪いやつばかりでもない、ロマンティックな青空にあなたを抱きしめていたい、南風に吹かれながら真実な夢を見ていたい、見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくる、本当の声を聞かせておくれよ。トレイントレイン走って行け、トレイントレインどこまでも、向かって走る、あの列車に乗って行こう、裸足のままで飛び出して、あの列車に乗って行こう、土砂降りの痛みの中を傘もささず走っていく、やらしさも汚らしさも抜き出にして走ってく、定者になんてなれないよ、だけど生きてる方がいい、だから僕は歌うんだよ、精一杯でかい声、自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくる、本当の声を聞かせておくれよ。トレイントレイン走って行け、トレイントレインどこまでも、トレイントレイン走って行け、トレイントレインどこまでも、トレイントレイン走って行け、トレイントレインどこまでも、はい、かっこいいバージョンやってみました。アルペジオから8ビートのチャに行ってカッティング、この三段活用みたいなで、だから一回弾くところがあるからドーンと出る推進力みたいなのあると思うんで、そういうところ感じながらこう曲の中でこううねりをね持っていく、こんな感じでやるとまたさらにいいんじゃないかと、まあ難しいですけどね、このかっこいいバージョンは自分ができるところをこうかいつまで やればいいと思うんで、ワイワイ大声でチャーンチャーンやりましょう。ありがとうございました。ではご案内です。よっしゃ、ドン、ガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見ると最新情報がいろいろ載っております。ここにリンクも貼っておきます。はい、12月沖縄行きますよ。沖縄那覇12月15、宮古島16日、チケット発売中、待ってますからね、ウクレレ持ってきてください。沖縄の海とウクレレ絶対いますから、お一人様でも安心してください。私がいますから一緒に遊びましょう。お待ちしてます。はい、ガズ CD 出してますよ。ドーン、レッツゴー最高 CD2 枚組、1枚は作品としての CD で、もう1枚はその作品としての CD が弾けるようにレッスン CD がついてます。これがすごい斬新なことでですね、はい、タワーレコードでも発売決定しておりまして、発売しております。今で、インストアライブなどの情報も、これインストアライブ新宿店で来年やりますからね。あ、とにかくCD のことまつわる全ての情報、ここにリンク貼っておきますので、ここ必見です。でそこに行くとですね、もう全ての曲レッスン動画大公開してます。音源も大公開してるんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。で年明けなんですけど、一応言っておきましょう、来年2019年1月19日大阪行きます。1月20日名古屋、もうチケット発売になりましたんで、皆さん来年もガンガン行きますよ。まずは大阪名古屋から始まります。よろしくお願いします。はい、でですね、本出してます。いろいろドン、中野友社から出るガズレレガズのいいこと言ってる本です。私はこう見えて病気になって骨髄移植してこうして元気にしております。その時に考え抜いたことを楽しさ人生音楽読んでください。はい、こっちはリットミュージックから出てる楽譜、初心者レッスン
教則本です。大ヒット中よろしくです。はい、どうもこちらは、ガズレレ歌本シリーズ、もう今ボリューム4です、ボリューム4ですけど、来年の1月、大阪名古屋1月19、20の大阪名古屋先行発売ボリューム5しますんでね、お楽しみに。まあ来年も年末年始もウクレレやろう。はい、よろしくお願いします。ウクレレ弾ける人はどんどん周りの人に教えてあげて、さらに楽しい人を増やしちゃいましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。どっちかに勝って、はい、はあ、楽しみな音楽は。さよなら、バイバイ、じゃあ。